談の踊り場。こんばんは、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。空気階段の踊り場第299回。この番組は若手芸人の我々空気階段が人生のためになる情報をお送りする教養バラエティでございます。よろしくお願いします。お願いします。放送としましては、2発目ですけれども、2023年に入って、収録としては1発目です。そうです。ちょっともう本当に新年1発目、まあ1発目とか、まあ2発目ですけど、実質1発目こんなこと言っていいのか私も悩みました、ね、でもちょっと言わせていただきます。はい。伊藤はバカだよ。ということで、今の曲のタイトルは伊藤大バカ野郎です。伊藤大バカ野郎。伊藤っていうのは、まあ今曲中でも紹介しましたように、オズワルドの伊藤のことですね。寿司泥のことですか。ああ、そうです。まあ、この番組では寿司を泥棒した人間と紹介した方が分かりやすいかもしれません。はい。一度水川がね、まだ、今の奥様と結婚する前です。はい。なんかちょっと様子がおかしい。はい。水川の様子がおかしいから、もしかしたら水川も彼女いるんじゃないかというのを私と、まあ、越崎 D が気づきまして、はい。伊藤がね、まあ、水川と仲いいから、伊藤を歌舞伎町に、ちょっと呼び出して、で、寿司を、たくさん食べさせて、で、何か情報はないかと、いうことを聞いたところ、何も知らないと、はい、で私は何も知らないんです、すいませんビール一本いいですかみたいな感じで、もうビールと寿司をたらふく食って、ということがありまして、はい、で結局なんと蓋を開けたらあいつが紹介してたという伊藤が水川に紹介していたという、紹介でないですね。その、でしかもそのことをノートに書いて販売するというね寿司泥棒釈明会見、はい、それが一番のその寿司泥棒たるゆえんなわけです。ノートに書いて、ノートに書いて販売していたという100円で販売していたというのが、はい、幻滅しました。私もそれが伊藤という人間の本質なんですよ皆さん、はいはい、そんな伊藤がですね、そんな伊藤に何で怒ってるんですか。新年早々彼は、はい、とんでもない、過ちを犯してしまいました。それを今から皆さんにお伝えします、うん。今日収録しているのは1月の8日ですね。8日ですね、はい、8日です。で、彼のですね、はい、ツイッター多分皆さんも見られた方もいると思うんですけども、あ、ツイッター、はい、はい。ちょっとツイッターが結構ですね、まあ、問題というか騒ぎになってまして、はいはい、ちょっと読ませていただきますね、2023年1月4日です、はい、4日のツイート、はい、タイトルみたいなのがなんか上にあるんですよ。カッコで。カッコで。奥さんに届けと。奥さんに届け。空気階段のもぐらにお子さんのお年玉を渡したのですが、ちゃんと息子さんたちに届いたかご確認ください。金額言うのもあれですが、ちょろまかす可能性しかないので言います。1万円渡して5000円ずつ分けろと伝えてあります。1円でも少なかったら立てないくらいの罵詈雑言浴びせてください。12万2000いいね。という12万2000いいね。これなんか最近新しいなんかね機能ついて、はい、いいねの横に表示っていうのがなんかついてる。あ、なんか数あれですよね、うん、なんか閲覧回数みたいな。あ、これ閲覧回数なんだ。数ですよね。1995万1995万回閲覧されたと、はい、ってことなんですかね。はい、というのがありまして、でそれに対して、うん、まあ、私の友人、奥さんの友人であります、はい、早乙女由美乃さんが、オズワルドの伊藤に返信をしております、はい、もぐらさんの奥さんに連絡しました、はい、点点点とのことです、はい、で、スクリーンショットが貼ってあります、はい、要はうちの奥さんと由美乃さんのやり取りね、はい、まあ、鬼越坂井さんの奥さんです、うん、まあ、だからみんなでご飯とか行ったりしてるんで、うん、もちろん連絡先も知ってますし、はい、まあ、仲良くさせてもらってます。はい。はい、で、そのスクリーンショットには、まあ、辰丸が生まれてから4年間、子供たちのお年玉誰からももらったことないです。みたいなことが書いてあります。うん、で、酒井さんからしかお金をもらったことないです。うん、っていうのが。で、さらに、続けて、今日7時半くらいにもぐらに電話したんですが、音信不通ですと。うん、誰かもぐらのことを殺してもらえませんかと。まあ、これだけでももう1万いいねとかです。
という状況になってまして、はい、ものすごい私のところにですね、お前子供の金着服してんのかみたいな、うん、DM とかたくさん届いてます。最低とかよ。最低だよ。はい、最低とか。最低だ。笑えねえよ、バカみたいな。もう、おめえ笑えねえクズ。笑えねえクズだ、お前は。バカだと。いうようなことを、たくさん届いてます。はい。笑えねえクズは伊藤だ伊藤やりやがったな、伊藤。着服してきたんじゃないんですか。ことの顛末を、皆さんに、しっかりとここで明らかにしてですね、すべてを明るみに出そうと思います、はい。まずこの1月4日ですけども、私、伊藤からお年玉もらってます、ちゃんと。はい。1万円もらってます。はい。仕事が一緒でね。はい。で、どこでもらったかというと、はい、難波グランド花月です。はい。大阪です。大阪。大阪で出番が一緒になりまして、はい。で、正月っていうこともあって、うん、で、まあ伊藤はいたんでね、楽屋でね。うん、で、ちょっとお年玉くれよみたいなことをあなたから伊藤に言いました。働きかけて、はい。それは別に子供たちにとかじゃないですよ。はい。うん、なんかお年玉もらって、はい、ここに関してはね。はい、まず、うん、伊藤ともぐらの関係性としては、うん、はい。伊藤と俺の関係性としては、はい、まあ NSC の同期です。うん、同期ですよね、はい。同期なんですけど、うん、まあまあ普通にね、まあ1000円ぐらいくれたら飯食えるなぐらいの感覚で。うん、お年玉くれよってことを言ったわけです。冗談っぽくね、うん、本当に。そしたら伊藤が、うん、やるけどさ、お前本当に、じゃあお前子供にやれよ。お前にはやらねえ。子供にやれよ。みたいなことを言ってきたの。言ったわけ。まあそれは素晴らしい考え方ですよ、うん。そうお子さんに使ってあげた方がいいです。で、俺も、うん、ああ、じゃあいいよっつって、うん、ありがとうっつって、うん、あ、子供にくれんだありがとうって言ったのよ、うん。で、1万円くれたの。うん、めちゃくちゃありがたいじゃん。うん、子供にくれるっつって。まあ、それはもう非常にありがたいですよね。うん、ね、お子さんのこと。なんとなくくれよって言ったらさ、じゃあ子供にやるよっつって1万円くれるなんてさ、うん、いい友人を持ってた、ね。いい同期じゃないですか。はい、と思ってたらですよ。うん、NGK でね、俺らとオズワルド一緒だったんですけど、はい、次の日オズワルドは、うん、福岡に、行って仕事があったんですね。はい。で、それはなんでかって、なんで俺が知ってたかっていうと、うん、普通に伊藤とか畑中に、うん、ちょっと何してんの今日の夜とかなんか飯とか行くとか言ったら、うん、いや、俺ら明日、福岡なんだよね。お前は大阪なのって言われて、うん、いや、俺は京都に行くんだ。明日祇園だから。うん、でも、まあ、京都だから朝行きゃいいし、うん、もしなんか夜とか空いてたらご飯行けるよねみたいな話をしてたから、知ってるんです。うん、つまり、お互い、うん、オズワルドは福岡に行く。俺らは祇園に行くということを、うん、もうもちろん知ってました。はい、で、その状態でですよ。うん、私1枚もらいました。はい、で、私と別れてすぐに、はい、伊藤、このツイートです。奥さんに届け。ね。ちゃんと息子さんたちに届いたか、ご確認ください。1円でも違ってたら、ね、罵詈雑言浴びせてくださいって。俺ら次の日京都行くって、分かってて、はい、お金渡してすぐに、はい、奥さんに1万円渡せるわけないじゃない。まあ、その、物理的に。物理的に無理じゃん、うん、次の日京都って分かってんだから。はい、ね、なのに、もう関わらず、まるで、もうだいぶ前に俺渡してるんだけど、はい、あの1万円ってもちろん渡ってますよねっていう書き方じゃないんですかこれって。はい、これその日のことって分かりますだって。このツイート。分からないですよね。実際に、この、弓尾さんが、なぜ、伊藤に、そのスクリーンショットとかを送って、奥さんがこういうふうに言ってますっていうのをやったかというと、はい、弓野さんはこの伊藤のツイートを見て、あ、もう何日も前に渡してんのに、はい、全然それを渡さずに、うん、俺がポッケに入れて、ないない してるんだ。僕してるんじゃないかって。っていうふうに思ったらしいです。うん、なるほど。まさか、その俺に渡して、直後にこんなこと書いてるなんて、うん、思いませんでした。はい、もぐらさんすいませんでしたということを、うん、私直接言われております、はい、そのぐらい誤解を与えるこの文章、はい、ね、うん、あたかも俺が盗んだかのような言い方、はい、ダメでしょ。どう思います。でなぜ伊藤はこんなツイートしたんでしょうか。いいね欲しさです12万断言します
なぜ伊藤はこのようなツイートをしたのか。理由は一個です。いいねが欲しかったんです。あいつはそういう人間だ。いいね泥棒なんです。皆さん、彼は1万円で12万のいいねを買ったってことです。いいねを買ったんです。そして私の心と1万円を手放し、12万のいいねを手に入れたんですね。で、皆さんはこれを見てね、はい、それはあいつ最低だなとか思うわけですよ。なんだよあいつ、金子供のお年玉取ってんのかよって、はい、ね、でもぐら最低だって言って、その気持ちでいいねを押すわけでしょ。いいね、もぐら悪いね。そう、伊藤へのいいねはもぐら悪いねなのよ。だからもぐら悪いねが伊藤へのいいねになるということを伊藤は分かっててこのツイートをしたわけです。完全なるいいね泥棒なんですよ。皆さんのいいね盗まれてるんですよ、この伊藤という人間に。ね、デイリースポーツ乗っかってますよ、完全に。この伊藤の、ツイート、伊藤のツイートと、はい、ね、奥さんからの返信とかもありみたいな、うん、もぐらが着服しているようだみたいな記事を出してましたよ、うん、デイリースポーツさんね、うん、完全に伊藤に騙されてますね、握られてる。もう伊藤に、伊藤の手のひらの上で踊らされてんだよ。デイリースポーツ、正月だからってね、本当になんかデマみたいなことばっか書きやがって、まあ、正月のスポーツ新聞とかデマばっかですけど、いろんな。これもそのデマのうちの一個だよ、これ。で、デマというかその裏も取らずにね。まさかデイリースポーツも、そんな状況で伊藤がツイートしたなんて思ってないでしょうから。うん。でもまあ、これはでも拡散したという面では、私はデイリースポーツさんも同罪だと思ってますんで、もう許さないです。はい、え、もぐらが許さないのは伊藤と。順位は、え、順位よ。1位伊藤。1位伊藤、オズワルド伊藤。うん。2位デイリースポーツ。3位踊らされたネット民。伊藤を疑わずに俺を疑ったネット民だよ。なぜ伊藤のこの情報を全て 100% 信じてしまうんですか。伊藤という人間を知っていたらですよ。うん、それは私という人間を知って、いたら私のことを疑う、これ仕方ない、うん、そういうのを行いをしてきました。私はまあそうですね、過去の行いとしてはあなたは最低ですし、はい、ですただ伊藤という人間のことをね、伊藤という人間のことを少しでも知っていたならば、はい、これどっちが悪いんだろうって思うでしょ、多分。知ってたら伊藤が本当のこと言ってんだろうか、それとも僕らがやってるんだろうか、これはちょっとしばらく様子を見なければどっちが本当のことを言ってるか分かんないぞ、はい、これが正しい我々への対応です、はい、しかし皆さんは伊藤の言ってることを、あ、伊藤こんなこと言ってる、うわー、僕が最低だと伊藤を信じてしまった、うん、このすぐに伊藤を信じてしまった方たち、3位です。大丈夫。あなたはどう思ったんですか、その、これを見て。これはあなたは早めに見たわけですよね。私は、割とすぐ見ました、このツイートを投稿されてから、ね、だから奥さんが音信不通だって言ってるのも、うん、要はあの日始発で来てて、はい、でお年玉もらって俺ホテルチェックしてすぐ寝たんですよ。まあその日は徹夜で来てて、徹夜っていうか、そうそう、だからその奥さんもそれは電話通じないんですよね。もう俺寝てるから、まあ、寝てたと思います。で起きて俺電話して、はい、普通になんていうの、電話かかってきてたから、うん、でそこで伊藤からお年玉もらったってことも伝えたんだよ、うん、そのこのこういう風になってるの知らずによ、はい、全く、うん、でそれであの、あ、そうなんだみたいなこと言ってて、うん、でまあ愛してるよとか言って電話切って、うん、で次の日の俺京都で知ったんですから、次の日の京都の出番の時にタバコ吸ってたら、うん、金属バットの友康さんが、うん、後ろからお前お年玉どうすんねんあれみたいな、で、どういうことですかって言ったら、じゃあ、伊藤のツイッター見てないんかって言われて、見たら、このことの全てが分かったっていうのが、私の、その知った経緯ですから。はい。だから、電話に出れないのも当たり前だしね。うん。全てだから、これ伊藤が絵に描いたことなんですよ。うん、あなたはもうでも全てを知ってたわけじゃないですか、両方。お互いのことをね。はい。で、そのツイートを見てどう思ったんですか？いいねが欲しいんだろうなと思いました。ですよね。やはり知ってる人間だったら分かるんですよ。あいつがどれだけいいね欲しさに生きているか。1万円でいいねを買ったんだなと思います。そうです。正解です。もうあいつはいいね欲しかったら何でも使うから。ね？俺のこと使いました。俺の嫁のこと使いました。妹のこともすぐ使います。
妹のことをすぐツイートして、すぐにツイートしていいねもらえます。M1 のことをツイートしてもらえます。はい。全部使えます。いいねのためなら。いいね俊介です、彼は。ちょっと気分が悪いんで、はい、むしゃくしゃしてますんで、もう好きな曲流します。パフィーでアジアの純真。なんでこれだ。好きな曲なんだ。と一緒に作るマイナビオリジナルラジオ CM プロジェクト。夢、成長、成功、挑戦、きっかけをテーマにオリジナルのラジオ CM を考えてみませんか。採用された方にはクオカード1万円分をプレゼント。あなたの考えたラジオ CM が人気番組で放送されるかもしれません。たくさんのご応募お待ちしております。詳しくはマイナビラフターナイトの番組ホームページをご確認ください。マイナビラフターナイト。 TBS ラジオ公演ウィントン・マルサリス・セプテット・イン・ジャパン2023、3月23日24日は新宿文化センター大ホール、25日はサントリーホールで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。改めまして、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。子供のお年玉で打つパチンコは楽しいかい？子供のお年玉使ったダメだよ、本当に。子供のお年玉でパチンコ、そんなことして最低だよ。クソ人間と思うわ。それ何ですか？私の元に届いている意見です。皆さん、伊藤にいいね盗まれてますね。こうして意見をくれた皆さんは、すべてやっぱり伊藤にね、騙されてこういう行動をしてしまったということなんですね。うん。じゃあ1万円は結局どうしたんですか？ 1 万円は私は使いました。え？え？使いました。すごい、怖い、怖い、怖いよ。どういうこと？怖い。え？1万円は使ってます。で、どういうこと？何に？金牌です。あー、怖い！怖い！怖いよ。私は使ってます。金牌っていうのは？競馬です。怖い！怖いよ！やだ！どういうこと？どういうつもりで話してたの、ずっと。オープニング。伊藤の1万円はもう使いました。はい。むしろもう使うしかなかった。と言いますか、まず伊藤がこのツイートをしてこの騒ぎになった時に、
よっしゃ使え、さすがやって言ってる派と、いや、ダメだ、なんで、なんてことするんだ、何を子供のお年玉使ってるんだ、と言っている派が、なぜか自然と生まれました。私は、まだ1万円をどうもしてもないのに。うん、っていうのは、多分私のキャラクターだったり、うん、ということを皆さん知ってて、多分そういうことを言ってくださってます。はい、で、伊藤もそうです。私のキャラクターを使ってこうやってツイートをしたわけです。うん、ってなったら、俺はもう二択しかないわけです。使うのか、使わないのか。こんな騒ぎになってて、使わないってわけには、いかないんじゃないのかと。私は思ってしまいました。怖い怖い怖い。使わないよ。使わない、普通に。普通に使わない、普通に。だってがっかりするじゃん。いいよ。使わなかったら。別にそんながっかりすることじゃないもん。なんでがっかりするでしょ、だって使わなかったら。普通渡しましたね。ああ、そう。まあ、そりゃそうだよね。いやいやいや、がっかりするじゃない。がっかりしないよ。うわ、なんだよ、こいつ使わなかったのかよって、思うでしょ。DM の意見は当たってたってことですか？子供のお年玉で打つパチンコは楽しいですかとか。パチンコじゃないですけどね。競馬。ま、的を射ってたってことですか？使いましたけど、使い、どういう人間なの？どういうこと？かなり怖いこと言ってます、ずっと。伊藤からのお年玉は使いました、はい。ただし私は自分で持ってる1枚あるんで、それは、子供たちにあげます。いや、自分で持ってる1万円で競馬場下でいいじゃん。伊藤からもらった汚い1万円は、もう JRA に私は預けました。子供にはもうあげられません。あんないいね欲しさの1万円は。ただ、持ってる1万円は、これはまあ普通に、お年玉として渡します。はい。今多分、ものすごい勢いで形勢逆転しました。グリーンって。びっくりしました。私も、だから昨日も、はい、オズワルドと、はい、幕張の劇場で出番が一緒で、はい、まあちょこちょこあなたと伊藤が話してて、はい、伊藤に向かって、もぐらが、俺は明日お前を地獄に落としてやるっていうことを、息巻いてたから、はい、何か賞賛があるんだろうと、はい、自分の中で、うん。だっておかしいじゃないですか。子供たちに渡す。そ, ううそれは、まあ、100ポイントってないのかもしれません。その、すぐ渡せる状況じゃなかったし、まあ別に、まあ悪いことではないですよ。うん、その、1万円でいいのを買うっていう行為自体。悪いこと単純に お年玉はもらってるわけだから、伊藤くんに。ね、でも俺を下に見てるわけでしょ。これは優しい気持ちで。お前と伊藤は俺を下に見てさ、俺が死んだ時にやっぱりさ、骨になった俺を見てさ、ああ、こいつ俺の下のまま骨になったわって。思ってさ、壺の蓋閉めたいわけじゃん。いいよ。骨まんだ、いいよ。で、壺の蓋閉めてさ、ゴリゴリして。骨まんだ2023年。したいわけでしょ。なんか、骨壺を眺めてるのが俺と伊藤増えてますけど。骨まんだいいんですよ。そこは、だから別に、うん、俺からしたらどっちでもいいんですよ。うん、これで、いいねが増えようが、うん、別にこれが、いや、そりゃそうよ。あなたは無関係だからね。だって言ってみれば。お子さんの手に渡れば別に、同期の友人から1万円をお小遣いもらいました。うん、その子供に渡しました。いいお正月ですね。の話で終わるから。うん。まさかそれを金牌に突っ込んで。怖いよ。怖い。どういう気持ちであんなそれを喋ってたの何が怖い何が怖いいや、もう何が怖いか分かんない。自分で。怖い。オープニング、本当に怖い。何が怖い一回今皆さん、もう一回タイムフリーで、ちょっとオープニングに戻して、最初から聞いてみてください。すっごい怖いですよ。何も怖くないすっごい怖いです。この後、この一枚をモグラは金牌に突っ込みます。何が怖いんですかでも子供たちはお年はもらえますよ。一万円ね。子供たちは何もわからないですから。いや、僕、消化させなきゃいけないじゃん、それを。うん、その一万円はもう、伊藤の手からも離れて、うん、強いて言えばもう俺の手からももう離れてるのよ。もうなんか、その、もう宙に浮いた1万円ってことか。宙に浮いてるわけよ、この完全に。で、その12万人が、が見てるわけ、その1万円を。わーって見てて。で、いや、実はあげてました。よかったね。ってなるのが俺は一番嫌だったの。なんでだよ。だから、じゃあもういいよ、これ競馬使うわって。うんもう競馬使う。聞くって、それは。競馬に使うけど、でも、子供たちに1万円は別で俺があげるっていう。うん、
怖いですよね。僕の感情合ってますよね。いやいや、合ってないでしょ。いや、俺はだって競馬やるつもりなかったからね、全く。そっちよ。いや、本当に。全くなかったからね、正直に。もう伊藤がそういうことするんだから、そうなっちゃったんだから。だって表に出ちゃったから。それが嘘だから、怖い。いや、嘘じゃない。絶対に競馬やるじゃん。いや、全くやるつもりなかった。でも、前日に SNS でそういうことになった。じゃあ1万円どうなるんだろうって、現象になっちゃった。それがもう12万人、その1万円の行方を見てるってなった時に、全く競馬やるつもりなかったけど、もう次の日たまたま競馬だし、じゃあもうこれもうやるしかないってことじゃんって、なったっていうだけです。わかりました。まあ、あさってですね、水曜日に、はい、ここずが、放送がありますから、うん、まあこれを受けて、うん、伊藤側からの意見、うん、これも現状だからモグラが今意見を発信しているということだけですので、そうですね。で、ちなみにそのお年玉はなんか全部今まで俺がお年玉使ってきたみたいな感じで多分あのスクリーンショットでは載ってるんですけど、っていうのもそもそももらってないんで、あのそれだけはちょっと言っときます。辰丸と弁次郎にね。まあ、じゃあもし、うん、モグラに、これ、子供たちに向けてっていう、お年玉を渡した、方が、ね、方いたら全然、先輩後輩、同期の方、いらっしゃいましたら、ちょっとご一報ください。それはもう私は間違ってますから。はい。あ、で、その伊藤と、同じ日に昴生さんから2000もらってんのよ。あ、そうなの。そう。あの、辰丸、あ、そういえば息子いたよな、つって。うん。で、俺それで先輩から息子に、つってちゃんともらったのは、うん、初めてだったから、うん、うわーってすごい嬉しかったの、うん、だからその気持ちも伊藤は1万円でこう消したの、うん、その2000円はどうしたの。その2000円はあげる、普通に、うん、あの昴生さんからです。何よかった、まだちょっとだけ本当にどうしよう、ちょっと2000円、いやもう2000円で副賞買ってとか言われたら俺本当に泣いてたかもしれない。よかった、まだそれまだ首の皮いって、いや首の皮は1万円、俺が何が、俺が分かる。空気階段の踊り場、桂宮治です。これが宮治でございます。初の番組イベント、 TBS ラジオ主催、ようこそ宮治でございます。2月22日お茶の水全電通ホールで開催します。いつもどんな方が番組を聞いてくれてるのか、ぜひお顔を見せてくださいね。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報をご覧ください。TBS アナウンサーの日比真央子です。 TBS では脱炭素社会の実現に向け、2023年度に放送センターなど主な施設のカーボンニュートラルを達成し、水素で動く世界初の中継車、地球を笑顔にする車を導入します。また SDGs キャンペーン、地球を笑顔にするウィークなどを通じて、様々な社会課題について発信するとともに、若者たちとタッグを組んでその解決を目指すコミュニティも動き出しています。私たちと一緒に小さな一歩から始めてみませんか。詳しくは TBS サステナビリティで検索してください。踊り場、改めまして、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。僕1月、来週からスタートするドラマにちょっと出演させていただくんですけど。はいはい。1月16日月曜日スタートの罠の戦争という、うん、フジテレビの毎週月曜10時から放送される草薙剛さん主演の、ドラマに初めてちょっとレギュラー出演みたいな感じで出させていただくんですけど。はい。そう。それで、年末に、番宣のバラエティ番組あったんですよ、生放送で。ああ、そうですね、ええ。出させていただきましたね。出させていただきまして、ボカーンという。なぜか、僕別にそんなにたくさん出てるわけではないんですけど、うん、1月クールのドラマ4番組、うん、対抗戦みたいな形で。いや、すごいですよ。もう、じゃあ、いいとも増刊号みたいなことですよね。いいとも増刊号みたいな感じですよ。本当いろんなゲームで対戦して、うん、優勝者、優勝チーム決めるみたいな。はい。うん、の中で、その罠の戦争チームで草薙剛さんと、井川遥さんと、杉野陽介さんと、水川かたまりという4人チームで、はい、そうそうたるメンバーですね。そうそうたるメンバーの中で出させていただいて。あなた以外はそうそうたるメンバーですね。めっちゃ緊張してたの。やっぱこんな現場
まあ、周りスターしかいない、ね。大体、お笑い芸人がたくさんいる現場しかやってきてないから、本当僕以外、俳優さん。うんうん、で、MC は吉村さんだったんですけど。そう、中井さんが。もともと中井さんがやられてたんですけど、ちょっと休養ということで、うん、吉村さんがね。吉村さんが MC で、うん、そう。で、プラス、なんかその、いろんなゲームをやる前にデモンストレーションをやる、ボカン隊っていうので、うん、はい。パンサーの尾形さんと、うん、ジャンポケの太田さんとおたけさん、はい。と、モグラ、はい。4人が、ボカン隊です。ボカン隊やるっていうので、まだ気持ちは、ちょっと多少は楽だったけど、うん、まあ、フレンドパークのあのね、最初の人みたいな役割を。バーンってめっちゃ飛ぶ人ね、めっちゃ張り付けすからね。飛んで、よじ登って上まで行く。タメちゃんみたいな役割。タメちゃんみたいな役割を。を、私はボカンボーイズとしてやらせてもらいました。そう、はい。始まる前、めっちゃ緊張してたんですけど、うん、うわ、ここで、どう振る舞えばいいんだろう、みたいな。うん、で、本番の3分前ぐらいに、まあ、普通に席についてたら、うん、僕の前に草薙さんが座ってたんですけど、うん、水溜りくんって言って、いや、塊です。あ、そっかそっか。よくやってくれるんだけど、うん、水溜りくんさ、なんかギャグあったよね。うん、え？って言って、あ、はい、最高最高最高って、うん、ギャグが、僕一応思って、あ、そうだ、最高最高最高だって、うん、ありがとう、つって、ええ、どうやるの？いやまあ、もう本当大声で最高最高最高って叫ぶんです、うん、あそうやるんだありがとうって言ってで本番バーってスタートして、うんまあ、最初主演の人とかに吉村さん話聞いていくときに草薙さんがまあね久々のこういう現場なんでね最高最高最高って言ってくれていや一発目からね一発目ででもう草薙さん最高最高最高って言ったからもう行くしかないと思って後ろで最高最高最高って言ってもうここで2最高最高最高出て、うん、まさか草薙さんが最高最高最高やってくれるなんてっていう。しかもカットもないですからね、もう生放送。生放送だからカットされる心配もないから、はい、そっからその後ボーリングのゲームがあって、うん、草薙さん意気込みどうですかこれ倒せますかみたいな。いや、絶対倒せますよ最高最高最高って言うから、俺も最高最高最高って、その後の、なんか間違い探しをやるゲームとかでも、うん、草薙さんどうですかいや、本当にね、もう僕、間違い探しとか大好きでね、すごい楽しみですよ。最後、最後、最後めちゃくちゃ連発してくれてね。めちゃくちゃやってくれて。うん、僕、今までの現場の中で、一番たくさん最高、最高、最高、やらせていただいたんですけど、うん、もう僕の最高、最高、最高は一回も受けることはなかったんですけど、あと、抜かれることも多分なかった、ね。抜かれることもなかったんです。やっぱ生放送だから、うん、一応スイッチングとかも、パンパンパンっていかなきゃいけないんですけど、うん、もう草薙さんが最高、最高、最高って言った後に、すぐ僕にスイッチング、されないから、うん、草薙さんが最高最高最高って言った後に、もうどっか知らないとこから最高最高最高っていう。まあ聞こえてるっていうような状況ですね。大声が聞こえるっていう状況が生まれてしまってたんですけど、うん、だその、3球も同じぐらい草薙さん振ってたんですけど、草薙さん3球。3球と最高。3球と最高最高最高はもう多用してくれましたよね、はい、ボカンでね、本当にあれはちょっとびっくりした。クイズのコーナーがあって、はい、A か B か2択を当てるっていう、うん。当てるクイズがあって。で、それを、スポンジがめちゃくちゃいっぱい入ってる水槽があって、その上で回答するんですよ。うん、で、正解が過半数いかなかった時点で、床がバーンって抜けて、そのスポンジ水槽にドカーンって落ちて入るっていうのがあったんですよね。はい、うん、で、それで、小手伸也さんが別のチームだった、うんだよね。はい、水川と別のチームで、うん、で、最初に小手さんが、間違えて、うん、で、落ちたんですよ。うん、うわーってバーンって小手さん上からバーンって落ちて、うん、で、その時に小手さんが体重が重いから、うん、なかなか出てこないっていう、うん、その水槽から、はい。で、出てきた時の顔とかが、うん、こう面白かったんだね。めっちゃ面白かった、ね。で、面白くて、受けて、うん、で、それで水川だったから、うんで、その。よし、かましてくれよ、と。うん、小手さん受け取ってるからな、つって。で、それで、小笠さんとかも、うん、まあまあ、あいつは落ちてくれるよ、つって、うん。いや、そうですよね、つって。うん、わでも、いや、ほら、僕ら見てみろ、前、つって。前使えるぞ、ある前、つって、うん。水槽が、スポンジが、バーって敷き詰められてるんですけど、前が透明になってて、うん、だ要は小笠さんはすぐにもう前使えるぞと、うん、バンって落ちた後に、前のアクリルに顔をくっつけて、こんな変な顔したりとかして、よし、前使えるっつって。うん、で、おたけさんは、うん、スポンジじゃないですかねっつって、うん、あ、いいね、スポンジもっつって。うん、で、要はバン落ちて、
塊大丈夫かつって上がってきたら、うん、スポンジ口に加えて、みたいなね、リアクションとか。なってるつって、うん。で、俺は、いや、俺パンツじゃないですかね、つって。うん、ガーンって落ちて、上がってきた時に、うん、ブリーフ1枚1丁とか、うん、パンツ1丁とかやったら上がってくるっていう、うんうん、ので、期待してて、さどうなるかなと思ったら、うん、お前普通に全部、普通に正解してさ、落ちろよ頼むよ変だったよね。4チームやって、代表者が1人チャレンジするみたいな感じだったから。落ちてくれよ小手伸也さん落ちて、うん、山本舞香さん落ちて、うん、山田裕貴さん落ちて、うん、俺落ちないし。正解したなぁ。まあでも全員落ちてたからね。まあ、うん、落ちないんかいも、まあありっちゃありだみたいな風にみんなで言ってましたけど。はい。まあ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 。まあまあ、何にせよ、1月16日からスタートしますんで。踊り場の前ですね、10時からなんで。ああ、そうですね。ぜひとも。はい。こちらもご覧いただけると幸いです。はい。よろしくお願いします。お願いします。そして、今日は、大事な大事な情報解禁がござんす。お!ビスケットブラザーズさんと空気階段の2番ライブ、続の細道、開催決定!ありがとうございます!はい。ああ、ざわす。こちらはですね、もう3年、4年前ぐらいから、うん、まあ我々とビスブラさんで、やっているツーマンライブでして、はい、もう6回目、7回目ぐらいですか ね。半年に1回ぐらいやってまして、はい、各々のコント5本ずつやって、うん、最後にユニットコントをやる、1本やるという構成のライブです。はいはい、この間、年末の荒引き団でも、俗、うん、の細道でやったユニットコントをやりましたね。やりました。はい、こちらがダブルチャンピオンになってから、初の感想。ああ、そうです。ぜひとも。こちらが、大阪公演がまず2月10日、はい、金曜日、うん、会場が TT ホール、18時半会場、19時開演となっております。はい、そして東京公演が2月24日金曜日、会場が読売大手町ホール、18時半会場の19時開演。そしてこの公演は配信があります。うん、チケットの料金が前売り4000円、配信が2500円となっておりまして、はい、先行受付がファニーチケットで1月10日火曜日先ほどの0時半から始まっておりまして1月16日月曜日11時までとなっております。こちら先行受付、そして一般発売と配信チケットがファニーチケットピアローソンチケットで1月21日土曜日10時から発売開始となっております。こちら詳しくはファニーのページをご確認ください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。というわけでこちらのコーナー行きましょう。なんか怒られました。こちらのコーナーですね、水川かたまりが私に言いました。遅刻をしてるくせに引かせてじゃがりこくわのようになんかよくわかんないけど怒られましたという話を募集しているコーナーでございます。はい。まあ、今週の私はまさにそうですね。何もしてないのに怒られるというね、のがありました。何もしてないのに気づいたらすごいバッシングを受けるという、うん、もっとバッシング受けますよのがありましたね。じゃあ早速バッシング受けた最中だと思います。ラジオネームまとなりのロトト。お年玉を人差し指と中指で挟んで受け取ったらなんか怒られました。よくないですね。タバコ持つ時だけですからね、そこの挟んで、まあキャッツカードとかね、そういうキャッツカードって、ね、キャッツアイのね、うん、キャッツカードこう投げられたキャッツアイが来た時に刺さってるキャッツカードね、うん、とかだけですからね。とかだけですよ。こういう人差し指と中指でね。挟んでいいものはね。うん、あと、町明がトランプ投げるときね。やっぱこの、ピッっていう、ピッっていう音がね、うん、似合うじゃないですか。うん、あれ、なんでなんだろうね。なんでここのが投げやすいのかな。だから、ものすごいその勢いが、だから。スナップが効くのかな、うん、スナップが効くんだ。力が伝わりやすい。やっぱりその、ピッっていう感じで、やっぱ受け取っちゃうと、やっぱお金だからね。うん。これは確かにまあ怒られちゃいますね。お年玉は、もうさすがに、萌えちゃんとかは。いや、もちろん、もちろん。いや、
や、一応確認だけです。まあ、さすがにこっちもそれはないだろうなとは思ってますけど。はい、万が一と言いますか。すごい、また、今週の放送2回目の怖いポイントが訪れると思います。大丈夫です。あれだけ伊藤を攻めて、競馬に突っ込んで怖いの後に、それを攻めてた俺が、まだ親からお年玉もらってました、ね。大丈夫ですね。大丈夫です。はい、続きまして、ラジオネーム、マーティーシングル。TikTok で、経済の勉強をしていたら、怒られました。16歳なんで、実はの可能性が、本当に多分、お母さんとかに。お母さんとかに、なんか TikTok 見てるから、なん TikTok 見て勉強しなさいって言ったら、いや、これ経済の。ああもういらない、もう、うるさい、早くちゃんと勉強しろとか言ってね。あの、多分倍速とかのやつでしょ、なんかやあ、あるじゃん、なんか。うん、なんとかなんとかで、この時なんとかで言おうわ、なんとか、なんとかで収めており、なんとかなんとかなんとか。多分それでやってたんだろうね。うすごいね、今 TikTok 経済のとこもあるんだね。いやー、俺知らなかった ね。そういう勉強もできるようになってるとは。ね、別に入り口としてはいいと思いますけどね。まあ、そっから興味持って ね。ね。確かにね。はい。続いて、こちらのコーナー行きましょう！こちらのコーナーは、冷戦を装っていたけど実はあの時銀座チボンバーでしたとい う過去の体験をリスナーの皆様に自白してもらうコーナーでございます。はい、そしてですね、あ、なんかこんなもんが届きますね、あ、年賀状です。年賀状また空気階段の踊り場様、年賀状リスナーから来てます。ありがとうございます。読ませていただきます。明けましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりました。今年もよろしくお願いします。公式ロゴ決定しています。うん、リスナーそれが送られてくる。お、しかもロゴ貼られて送られてきた。見てくださいよこの、ネオン街の、昔のバラエティのね、ようなありますね、感じセクシーな、どうですか。うん、もうとうとうアナログの方に行くようになったんですね。何ですかアナログって。日本の文化ですから、ね、今まではツイッターの DM とかそのデジタルの方を駆使してきましたけど、文化ですから、ね、もうデジタルをウィキペディアとかも使い尽くしたからもう、もう分かんない、もしかしたらこれすごい当たってるかもしれないから、これ当たってたらどうしよう。お年玉、年賀状ですから、ね、抽選が1月15日来週ありますから楽しみ待ちましょう。それでは早速行きましょう。ラジオネーム、知るべきだイエローン。これは僕がまだ高校生の頃の話なんですが、はい、教室でクラスの女子とラピュタの話で盛り上がっている時のことです。女子の一人がパズーの親方がふんと力を入れて服を破るシーンがかっこいいと言い出し、椅子に置いていた僕の学ランをさっと羽織ると、親方と同じポーズをして僕の制服を破ろうとしました。僕はうーんとうなり声を上げて制服を破ろうとする彼女に親方と煽り、最後にはいや女の子の力で制服を破れるわけねえだろ、ほらさっさと返せよと、はぁはぁ息切れする女子から制服を奪い返してめんどくさそうにさっと羽織りました。しかしその女子の匂いがついた制服を羽織った瞬間から銀立ちボンバーでした。匂いね。匂いなんですよ。あ、でも今パッと自分が学生時代、毎回自分が学生時代にこれが起きたらどうだろうっていうのをなんとなく思うんですけど、はい、俺過去一かもしれないなこれ。銀というか銀だけじゃない、なんかそのいろんななんかドキッとするし、
これね、なんかふんってやろうとしてるっていうのも、うん、なんかいいしなんかそこになんだろう打算的な部分がない感じというか、単純にそのラピュタの話で盛り上がってるからちょっとふんをやろうとしてるっていう、そうですね、中で自分の服を着るっていう、はい、だから過去最高傑作ですこれ、はい、この作品がですか、はい、最高の銀だちです、はい、ですかこれが、最高出ました、ありがとうございます。はい、では続いて、あ、こちらはですね、まあ、以前水川にも好評だった人生の先輩の方から送られてきた銀だちです。あ、はい、割と渋い世代の方ですね。ノスタルジックな感じの銀だちです、はい、ありがとうございます。50歳の方です。50歳の方、はい、いただきました。ラジオネーム、はい、1972年生まれの50歳、はい、私が22歳の頃、うん、アルバイト先で知り合って仲良くなった女子に相談があると言われて話を聞いたところ、はい、彼氏がお前と最近マンネリ化してるからここに電話してって言われて、はい、セックスしてる最中にテレクラの女性専用の電話番号にかけさせられて、で、向こうから男の人にいろいろ指示されて、その通りに彼氏にやるんだけど、それってみんなが普通にやってることなの？たまに、本番中かよって怒鳴られたりして、嫌なんだけどさ、とのことでした。そんな話を聞かされてる私は、銀立ちボンバーでした。これしょうがないよね。これこびりつくよね。多分一言一句合ってるんだろうね。そうですね。本当にまるでビデオを再生したかのように多分思い出されて書いてくださったと思うんですけど、まあでもこれまあ何ていうんですかね、普通にこう立ってるというか、うん、はい、銀だちまあそこしかしてないか、普通にエロい話されてる、普通に普通にエロい話を聞いて普通に立っちゃったっていう。そうか、全然趣旨違いか。いや、まあ、鮮明に覚えてはいるんですけど。いや、そうですね。ただ、ものすごい、はっきり覚えてくださってるってことで、はい。はい、冷静を装ってなかった。そうですね。全然平成を装わずに、普通にエロい話聞いて立ったっていう、メールでございました。ラストですね。女性から来てます。女性。子宮牛です。はい。ラジオネーム、マドリッチ。49歳、主婦の方。いいな。それで、ラジオネーム、マドリッチっていうのは、ちょっと、じじっぽくていいですね。過去回を聞き直し、同世代のノスタルジックな銀立ちの余韻に浸っていたら、はい、私の中学時代を思い出しました。当時、ドラマの危ないデカが大人気で、うん、学校では、タカ派、ユージ派、トール派と分かれてはいましたが、仲良くドラマの話をしたり、雑誌の切り抜きを見せ合ったりしていました。私は断然、柴田恭兵さんが演じる U字派。ある日、うちのお姉ちゃんの部屋すごいから見に来なよ、と、トール派の友達に誘われ遊びに行きました。部屋に入ると、ベッドの周りにたくさんのブロマイド。壁に何枚も切り抜きが貼ってあり、U字だらけ。私はすでに興奮状態。うん、友達が、ベッド寝てみなというので、うん、ベッドの上で仰向けになると、うん、天井に U字の特大ポスターその時、私は U字と視線がピタッと合い、数十秒間、瞬きも身動きもせず、お互い見つめ合ったのです。そして、私の体に何か熱くなる感覚が、あれは初めてのギュンだったのか、それともキュンか判定していただけたら幸いです。ってことなんですけど、はい、いやノスタルジックですね、非常に。こちら どっちだと思います？これギュンかキュンか。これはうわ、これは難しいところですね。やっぱ横たわってるんで、うん、横たわって上にユージがいるという状況ですからね。そうですね。まあ、一回キュンはもともとキュンだった人、もともとキュン、もともとキュンだった人に上から見つめられてギュン、うん、ギュンです。ギュンですかね。まあその上と下っていう状態があるからギュンだということですね、はい、なるほどね。まあ私はちなみにカオル派でした。あ、
浅野温子さんですね。今週は以上です。いかがでしょうか。本当に35歳だ。いや35歳って危ないデカ見てるもんなんです。いやいや、夕方やってましたよね。夕方日テレ、夕方やってましたよ、再放送。再放送で見てたの。やってました、やってました。そうそう、舘ひろしさんと島田恭平さんと中村徹さんと浅野温子さんね。徹が中村徹さん。48歳だ。いやいや、48歳じゃないです。はい、いかがでしたか、はい、今週は。はい、やっぱノスタルジックは最高ですね。いいですか。うん、うん、じゃあもうどんどん、はい、もし忘れられないこととか、うん、ちょっともう苦しいから自白しときますっていう方いらっしゃいました、ね、そうですね、一歩、はい、海をここで落としていただきます。そうですね、方をお待ちしております。それでは一曲いきましょう。ザ・クロマニオンズで一旦もめん。第二次世界大戦直前、上海のバラと呼ばれた実在の日本人ダンサーマヌエラの愛と激動の半生を音楽、ダンス、芝居で描く注目の舞台、パルコプロデュース2023マヌエラ。出演、玉木亮、渡辺大、パックン、宮崎修斗、宮川博士ほか。 TBS ラジオ公演で1月15日から池袋東京建物ブリリアホールで上演。チケット好評販売中。
お問い合わせは 03-3477-5858 パルコステージまで。 905FM 954AM TBS ラジオ。毎週金曜夜12時からのマイナビラフターナイトでは、今注目の若手芸人を紹介しています。悔しいよな避けるチーズ。マイナビラフターナイトは毎週金曜夜12時から。空気階段の踊り場、まもなくお別れのお時間です。はい、先ほどお聞きいただいたのはザ・クロマノンズで一旦モメントでした。はい、こちらなんと1月18日リリースのニューアルバムマウンテンバナナに収録されているんですけれども、今踊り場でかけたのがなんとオンエア初解禁です。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。これはもうモグラとボンゴに続き、続いてなぜか踊り場 で解禁させてくれるというこれもう広瀬さんがちょっと解禁ボケに走ってるかもしれないどこで解禁したの？どこで解禁したの？もう踊り場で解禁するぞって。いやでも本当にありがとうございます。ありがとうございます。最高でした。最高でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしてもう一つメール届いております。はい、宮崎で生まれたマルコ。マルコ。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。空気階段の踊り場は一度も聞いたことないのですが、どうしても伝えたくて初めてメールします。先日さくらももこ先生の新装版のほほん絵日記が発売されたのですが、巻末エッセイをさくらももこ先生と交流があったパフィーアミさんが書かれていて、その中に空気階段さんの名前が出ていました。なんと生前のさくら先生とアミさんのやり取りの中でのエピソードです。すでに知っていたらすみません。ぜひお二人ともファンの皆さんに読んでほしいな。すごい、そのさくらももこ先生とパフィーアミさんのやり取りの中で我々の名前が、それパフィーのアミさんとさくらももこさんと仲良かった、もう交流があったってこと。アジアの純真かけた今日今週にそれが分かるなんて、ね、すごい。どんな話は書いてないんで今日も買って読みます。あれじゃない、水川ってさヤマネに似てるねとか胃腸の弱いヤマネとかモグラって小杉みたいだねとかでも超嬉しいわとかで超嬉しい。ちょっとぜひちょっと見たいですね。読ませていただきます。ありがとうございます。はい、はい、な具合です。ポッドキャストでは本編の再編集版とアフタートークを配信しておりますので、そちらもぜひお願いします。もぐら、すべてのメールの宛先は全部小文字で踊り場 @tbs.co.jp 踊り場 @tbs.co.jp 踊り場のりは RI です。TBS ラジオでお聞きの方はこの後1時から月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力からです。ここまでのお相手は空気階段の水川かたまりと鈴木もぐらでした。さようなら。ニンニンドロン。伊藤のですねツイッターを、さらにこう調べたところ、はい、なんとマナカナのマナさんいいねしてましたマナさん いいね泥棒されてますよ。和田さん。TBS ラジオ公演、木下グループプレゼンツ、新作歌舞伎、ファイナルファンタジー10。名作ゲーム、ファイナルファンタジー10が歌舞伎化。記念すべき初上演の出演者は、尾上菊之助、中村獅童、尾上松也、そして中村金之助、坂東彌十郎、中村歌六など豪華歌舞伎俳優が大集結。日本が生み出す究極のファンタジーがここに開幕。3月4日土曜日から IHI ステージアラウンド東京にて上演。ただいまチケット好評販売中。詳細は TBS チケット FF10 歌舞伎で検索。劇場で待ってるっす。 TBS ラジオ 90.5MHz。スマホで誰でも簡単にライブ配信。みんなのライブ配信は。ワッチ。
ふわっちが一時をお知らせします。Rompeu a noite com o seu silêncio. De trás os faróis um estranho desceu. De onde veio, nunca se soube. Segredo e mistério todo seu. Eram os deuses atirando os seus dados. E o destino trabalhar, dava aulas de música pra complementar. Caiu nas graças da jovem Jandira, olhos brilhantes como safira. Eram os deuses atirando os seus dados. E o destino logo condenou. Instinto de mulher, ela o aceitou. Ele não podia ser só do mal. Ele tinha sonhos e um bom astral. Eram os deuses atirando os seus dados. E o destino nessa estrada escura, me dê a mão, não vai se arrepender. Enfrente o medo, sonhe comigo. Sei que juntos podemos vencer. Eram os deuses atirando os seus dados.